も初めまして、和田です。ありがとうございます。こんにちは。若いのに、若いのに昔のおじさんのことを言ってやる。多分今和田さんに会いに来るんだよって、あのですかって、そう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 、そうあのっつったら、え、昔話をね、声来るたびに、ユージンドラマのようですよ。心拍数です。見るのは好きなんですけど、なかなか。サイトラです。やっぱ3人です。ミチが作ったら演じたから、いや俺違う、生まれてダメなんですよね、ってことじゃ。あ、ありがとう、はいはい、どうぞどうぞ、お客さん、お客さん、いや、お客さんじゃないぜひ、あ、座って、ありがとうございます。お、俺ともええじゃないけど、意外とも3人取られてきたんですか。 YouTube 出ちゃう、出ちゃうからいい。あ、絶対全然出しちゃうじゃないか。それいつの、いつのやってるの。え、マジですか。いや、ステイじゃん、ステイじゃん、恥ずかしい。だけどさ、1103人の話しないとさ。いや、大丈夫です。あ、そうですよね。マドーナの車乗ったのって、あれ、あの、めちゃくちゃ速かったんですよ。それともドライバーさん腕ですか。いやいや、車は速くてね、はい、一番最初は、はい、アキちゃんが車作ってくれて、はい、で俺はこう、もう叩いて、で、エンジン開けたら、もう、本当の使えないとか、はい、マニュアルとか、キャブレーターから全部捨てられて、一から全部作り直したんで、まあ、もう一応プロ目指してたから、はい、もういくら金かかってもいいから、はいはい、最高のものを作ってくれって、すげーエンジンができちゃったんですよ。だけど、こっちは全然落ち着いていかないから、それで出来上がって、いきなり走ったら、いきなりトップ出て、そのまま全開で、ストレートで全部ぶち抜いて、先頭で、あの、逆回りだったの。最終コーナーがほら、ちょっと変わったじゃないですか。変わったずっとね、ヘアピンまでね、あの、超高速コーナーだったんですよ。それストレートで全部ぶち抜いて、はいはい、インカー全開で、もうコースがなくて、そこで飛び出て3回転して、はい、して前走。で、エンジンは生きてたから、はい、アキシャンが、どうするまたやるかって、自分やりますよ。また車持ってきて、当時はね、1103にいっぱいあったんで、持って買ってきて、エンジンは移植して、で、それで、うちが、ちょっと、父親のところに修業中だったんで、で、松岡自動車、昔は、アキちゃんがカローラのエンジンが得意だったんで、それやってたんだけど、サニーのエンジン手掛けるようになったんで、退職して、俺のエンジンやるようになって、で、年明けて、最初のレースで優勝させてもらって、めちゃくちゃもうではないんだけど、エンジンだけ速くてストレート番長だったんで、それでね、チャンピオンクラスとフレッシュマンクラス、僕まだって駆け出しだったんで、フレッシュマンクラスと同じ日にチャンピオンクラスもポールポジション、俺の方がコンマランピが速くて、フレッシュマンクラスがチャンピオンクラスより速いのか。それってあのよくあのレギュレーションがなんとかとかって、エンジンでかいんじゃねえかって話があって、ね、よく切ってくるだって言うじゃないですか。それでみんな見に来たらしいですよ。あの、私に対したことないのに、ポール取って、なおかつチャンピオンクラスより速いって、まあ、おかしいだろうって、エンジンでかいんじゃねえかって、はい、みんな見に来たらしくて、これは本物だと。で、噂になって、で、一応それで優勝させてもらったもんですから、なんかね、松岡自動車の顔がキャーンって、それはさんとかなんかいろいろその後にね、はいはい、あの、